俺の小鳥たちが集めた情報からある名前が浮かび上がったぜ、探偵さんよ。ブレイク・デクスター。軍需産業界の VIP であんたの少女に妙な関心を寄せてるらしい。デクスターは現在ターミナスホテルの最上階に陣取って手下どもに厳重に警備させてる。あんただがあんたほどの腕があれば侵入方法をいくつか見つけられるはず。幸運を祈る。人の話聞いてんの？聞いたこっちゃないよ、そんなこと。この世には2種類の人間しかいないのさ。まともな人間とろくでなしよ。あんたがどっちなのかは一目瞭然ね。ろくでなしよ。収入どうなってる？あいつ知ってるか？命知らずだよな。俺だったら水の溜まった穴で電気なんかいじったりしないよ。100万ドルもらったってごめんだ。まったくよ。ああ、それがジョーって男さ。ダウンタウンじゃ伝説みたいなもんだぜ。落雷に遭ったことあるとか、マジな話だぜ。無傷で立ち去ったとか、指を鳴らしただけで電球をつけられるなんて話もあるくらいだ。すげえな。上の階にいたんだが、あの階段まるまる偉そうなやつに貸し切られてる。しかも蹴取りしたゴリラの人間を引っ張る。おい、そっちはどうだ、ジョー。ジョーだよ。おいたしって、恋人同士のダンスみたいなものさ。優しくよく耳を澄ませた。すぐに動けるように見えるさ。ああ、それはよかった。奴らは8階を完全に封鎖してるはずだ。あの
のブレイクデクスターってのはプライバシーを大事にする男だから、899号室に侵入するのは一苦労。誰がいるんだ？これにタイマーか何かついてるのか？何をぐずぐずしてんだ。これがどうしたって言うんだ。どうして四六時中そ。娘の名はビビ。